ショパンコンクールはずっと憧れてたコンクールで、でちょうど年齢も当てはまっていたのでエントリーしました。いろんな方面からショパンのことを知る、いろんな曲を弾いてみたりとか、ショパンの生い立ちを調べたりとか、いろんな画像を見てみたりして、いろんな角度からショパンを知るように努力しました。本当のきっかけはお母さんが小さい頃に音楽を女の子だからやらせようということでやらせてもらったんですけど、今はもう曲に入る時の心、普段の生活じゃ味わえないような心の中が騒ぐというか、心の心、普段生活してて味わえないような気持ち、いろんな気持ちを体験できるのがすごく楽しくて今は弾いています。ピアニストとして学ばなきゃいけないことが本当にもう一生かけても学べないくらいたくさんあるので、そういうたまになんていうの、嫌になるじゃないですけど、その底知れないたくさんの知らなきゃいけない、勉強しなきゃいけないことがあるということにたまに絶望してしまうんですけど、それが大変かなと思います。ショパンは心から出てくるもので直接歌うんじゃなくて、その人周り外側で歌うと思っていて、なので自分の感情をガーって入れすぎないように気をつけています、ショパン弾くときは。今までピアノをやってきて最もたくさんの曲を学んだ作曲家がショパンだと思うんですけど、それでもなんかショパンに近づけ触れないというか、近づくことできたと思っても実際もっと遠くにいたり、本当に憧れてる存在です。やはり発表の場、コンサートとコンクールでは気持ちにかかる負荷というか緊張の度合いがやっぱりコンクールの方がすごく大きいと思うので、そういう中でも自分の演奏をするというのが、そういう緊張が大きい中で演奏するという意味ですごい成長できるとは思います。やはり自分でピアニストになったっていうよりは、周りから演奏会などに呼ばれて求められることだったり、自分よりも周りがそういうふうにピアニストっていうふうに認識してくれるものだと思います。挑戦と期待と喜びですかね。